あぶれ落ちるぞ。パンツ見えるよ。いっぱい。当たり前でしょ。頭割れちゃう。いやいや怒んなくてもいいだろう。うるさい。かわいそうだって言ってんだよ。あのさ、相談があるんだけど。相談？実はね、人生のテーマソングにしてる。ちょうどいい位置にいる芸人さんを。ちょうどいい位置ってなんだよ。成長したんでしょう。どうやったんだ。目が3みたいになってんぞ。どの位置も決めかねているからなのでした。どっちがいいと思う。どっちでもいい。